このスレの紹介。心療内科医。Y さんは真面目すぎて疲れちゃうんでしょうね。Y 患者。心療内科医。責任感の強い方なんだと思います。Y。心療内科医、完璧主義なのかな。ちょっと張り切りすぎて疲れちゃいますよね。朝からサボって軟禁するやつやぞ。何言ってた？せやな、怠け者のクズやもんな。ほんこれ、いや、サボってばっかりで、って言うても、でも、それはうつ病でやる気が出ないだけかもしれませんね。とか言うてどうにかして病気に持っていきたがる。これ生きとかなあかんってテンプレでもあるんか？自責の念が強いようですね。朝から、サボって、に、責任感が見えるな。朝から軟禁は悪いことだという意識が存在する証拠よな。ほんとのクズなら、何も感じない。なるほどな。悪いことやと認識しとるってことか？なんかわかんないけど、鋭い。朝なんて概念がある時点でお察しやな。クソ真面目陰キャが、現実と向き合えずキャパ超えて鬱になってるテンプレ。これメンス、別に、Y は朝に軟禁するとか普通すぎて自楽しようとも思わん。これじゃあサボって軟禁してる Y がクズみたいじゃん。ほんこれ、本当の怠け者は朝から軟禁することに罪悪感を覚えない。どういうことやねん。出勤できて偉い。なんて言われたいのかわからん。Y もわからんが、テンプレすぎること言われると、逆張り精神が湧いてきて問診にならん。なんか裏読みたくなるよな。そういう性格に洗脳してるんやぞ、しつけ。バーナム効果ってやつやんな、問診票のチェックリストとか、全部真ん中のどちらでもないにしたったわ。お薬売りたいからね。精神科の薬って聞くんか？くさ。それっぽいこと言ってるだけで、商売になる医者もどきや。テンプレに当てはめてるんや、真面目に診断してたら、医者が壊れる。実際、精神病む人は、そういう人が多いからな。Y も精神科医になろうかな。薬くれたら何でもいいよ。自分が嫌で否定したいんやろ、わかるで。そもそも、なんで診察受けたんや。会社のストレスチェックに引っかかったとかそんなんやろ。おや、ろくに稼ぐ気ないなら、精神科行ってみてもらえ。Y は病気じゃないの、やーやーなの、って、一週間くらいバトってしゃあなしで言った。まだ結果は出とらんのか？昨日、口頭で言われた分には、ADHD、社交不安障害、うつ病、パニック障害、強迫性障害やった。診断書は、くっそ高かったから断った。血液検査の結果は、来月の最新時。薬中にされそうやな、金づるにするつもりやぞ。自己肯定感が低い人間ほど、自分を低く評価する人間を好きになるからな。マジか、やばい、依存するやん。わかる。わやん。確かに、それはある、褒めてくれるやつより、けなしてくる友達の方が好き。なんか、Y にも心当たりあるわ。わかる、なんかけなされたら安心する。どういう理屈や。期待されないからやろ、期待を裏切って、嫌われるのが怖いから。心理学的にも証明されてるからガチやで。いきなり自分の性格を変えるのなんて無理やけど、せめて自分を許してやってくれ。無理やろ、世界で一番自分を嫌っているのが自分の自信あるわ。自己肯定感の上げ方がわからない。ある程度は自己肯定感あった方が生きやすいけど、別に無理に上げるもんでもないで、上げたいなら、やり方は調べたらいろいろ出てくる。あー、クソムカチくんじゃ、ただサボってるだけの Y を病人扱いしやがって。お仕事してるのに、ろくに稼ぐ気ないってどういうことや？自営やねん、家で引きこもって作品作って売っとる。売れへんし、儲からへんし、長年親のすねをかじり状態やから、おっやぶちぎれや。アンティークとか？裁縫やで、たまに、おっやがエコバッグ買ってくれるけど、メルカリでは全然売れへんわ。一気買わよう。勝手に答えるな、貴様、誰やねん。小学校の通信簿見たら、責任感が強いってめっちゃ書かれてて笑ったわ。先生ってよく見てるんやな。一致自分に自信がないけど、プライド高いやろ。精神科は保険の効くキャバクラや、おっさんが親身に話聞いてくれる。いや、キャバクラと違ってホステスを楽しませてやる必要もないから、陰キャにはキャバクラより良い。実際、当たり障りないこと言って薬出すだけの医者と、患者に反論してまで治そうとする医者、どっちがええんやろな。一方剣もめん。心が折れたら生きてちゃいけないのか？人から人生終わってんなと言われたら人生終了しないといけないのか？そんなルールはどこにもない、クソみたいな人生、大いに結構じゃないか。セピ入りだけが生きがい、結構じゃないか。熱々のファミチキをストゼロで流し込んで、ハッピーになれ、お前は自由だ。進撃の巨人定期。文才を感じる。名文定期。文豪やな。Y はクズや。B、確かにクズやな。M、こういうタイプそう。B が初対面の赤の他人ならそらあそうなるやろ。友人にならなんとも思わんで。Y はこのタイプの主人やったけど、パニ症直した名医やった。自分のことが嫌いな自分を、ちょっと好きだったりする。
否定されると、なんかやっぱり Y みたいなクズはあかんねんやなーって安心するわ。人から褒められるとすごい居心地悪いんだよな。けど、褒められないとイライラするっていう。わかる、褒められるとまず疑うわ。だって怖いもん。でも、褒められなきゃそれはそれでなんかムカつくわ。あと、褒められてるやつ見るとイライラするわ。本当生きるの向いてないから、寿命と臓器誰かに譲って、俺は P みたい。Y もメインに出会いたい。まずは、共感を示す、うつ病患者と向き合う第一歩だぞ。責任感が強いんじゃなくて、責任あること振られると、パニクるのを良いように言ってるだけやで。どの患者にも同じこと言い続けてる定期。ぬいぐるみ自体売るより、ぬいぐるみ教室の方がええんちゃう？ Y は、客に送ってもらったペットの写真とかを見て要望通りに作るねん。抗不安剤の薬効くんやろか。これ、大した自覚症状もないからどう聞いたかも判別不可能や。こいつ本物や、Y ぐらいあかんやつ、初めて見たわ。Y も、両親に勧められて通院始めたわ。電話で症状教えろって言われた時、何も浮かばなくて困った。何も言えないのが、ちゃんとガチっぽいのいいね。なんで勧められるんや。周りから見たら、完全にあれやったんやろな。いざ診察受けたら、先生の前でガン泣きしちゃって、自分でビビった。親からしたら、ストレスの吐け口が欲しいんやろうな。育成失敗を、発達障害や病気のせいにしたりさ。あれ？病気のせいにしないといけないぐらい失敗してた？親目線でってことね。まあ、親の思い描いたようには言ってないやろしな。Y は、社会の荒波に揉まれずにのほほんと生きてたいのに。イッチさんは完璧主義で、完璧にやれないから、やらないことを選んでるんですよ。イッチさんは真面目なんですね、にっこり。Y も、ずっとこれやった。目標達成までの過程考えたら、面倒そうな工程多くて、そんならやらんでいいわ。ボイーで、全部逃げてきたのに真面目なわけあるか。完璧主義だけど、そのための努力はしたくないクズや。つうか、みなんな仕事で完璧じゃなくても満足してるんだよな。Y は、完璧やないと仕事できた気にならないし、他人が言われてることも自分が悪いように感じるし、周りができないなら、Y が頑張らないといけないんだと思ってた。職場のやつに、そんなに頑張って疲れないって言われて、仕事辞めて今無職や。Y は、怒られないことを最優先にするスタンスやわ。めっちゃわかるわ。Y やん。打つ前、完全にこれだったけど、打つなった後は、もうなりふり構わず人の手をどんどん使って、7割ぐらいの出来にすればええやって思うようになったわ。みんな、ミスしても気にしてないんだよな。Y は、ミスすると異常に自分を責めてたわ。毎日完璧にやらないといけないと思って、イライラピリピリしてた。そのうち、他人のミスにもイライラし始めて、パワハラしてた。気にしてるけど、気にしても仕方ないから次行くんやで。みんな、そうやってやってるんや。最近、田中圭一のうつ抜け読んで、パワハラっぽくなるのもうつの症状って書いてあって、えって感じやったけど、そういうやつがうつになるのはわかるわー。医者、これに木の絵描いて。Y、このテスト知ってるから、効果ないと思います。医者、お前、病気やー、レオーン。医者の方がやばいわ。そのテストで鼻かいて爆笑された。くさ。Y、またこいつ、的外れなこと言ってらー、わら、二度と良くならんことはわかってる。Y、ADHD かもしれません。医者、違います。あなたは、ただの怠け者で、頭が弱いだけです。随分なんやろな。詳しく人に聞きたいんやが、精神科医って、Y のこと見下してるんか？見下すっていうより、豚を見る感じやろ。手名付ければ金になるねんから。やっぱそうなんか。当たり前やん。他人なんか信用したらあかんわ。全員的や。どうせみんな、裏ではイラをバカにしとる。どうせお前らも Y を内心バカにしてるんやろ。Y には分かっとるからな。ワイヤン。